松山市の姉妹都市アメリカサクラメント市の高校生が20日松山市役所を訪れ、野志克人市長に松山の印象などを語り、友好の絆を深めました。ジョン・F・ケネディ高校で日本語を専攻している生徒10人が18日から22日まで市内に滞在しています。2013年からインターネット会議や訪問などで交流している愛媛大学附属高校での授業の参加や書道の体験、俳句作り、ホームステイのほか市内の観光を行います。市役所で生徒は野志市長と笑いを交えながら対談し、米や果物などの作物が自然と調和して育てられていることに感動しましたなどと話していました。I hope that Kennedy High School and Ehime University will keep a friendly relationship between all students